万引き、あ、強盗、コンビニ強盗、ごめんなさい。ということで、女子高生とコンビニ強盗ってなかなか結びつかないと思うんですけれども、こうどう結びついていくのかっていう一人一人がね、心の心情の変化とかがすごく面白く描かれていくので、ぜひぜひ皆さん最後まで期待して見ていていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。ね、あの卒業間近にね、控えた女子高生がどんな風に展開していくかなっていうのがすごく見どころなんですけども、まあきっかけ、コンビニ強盗のきっかけ出したのが私っていうね、あの特 CM で先にも出てるんですけど、そういう流れもなんでこうなったのかとかいうのも楽しんで見ていただけたらいいなと思います。ぜひよろしくお願いします。最後に、あの走るシーンがあるんですけど、そこを一番見どころだと思っているのと、あと告知であったんですけど、エリニャンにねふーってね行くところがねあるんだよね、エリニャン。そこがね、見どころなのでぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。そのゆうこはですね、あの誰とでも仲良くなれるようなちょっとフレンドリーな子なんですけれども、でもちょっと闇を抱えるちょっと面白い役となっています。ラストまですごくワクワクドキドキしながら見ていただけると思うので、最後までぜひ楽しんでください。お願いします。コンビニ強盗をするっていうこの4人はバカだなって思ってる立場なんですけれども、結局最後はね、夏が一番バカじゃないかなっていうところなんですけれども、夏の出どころにぜひ注目して楽しんでください。よろしくお願いします。アルプス一万尺をあのこう予告 CM でも流れてたように29番まであるんですよ、あれ実は。それを全部覚えまして、例えばナナちゃんと一緒にこうやってるのがバックで、ね、流れるのがかなり今回の映画のなんて言うんでしょう、雰囲気を作り出してるキーとなってると思いますので、その今後点にもぜひぜひ注目してみていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。本当に29番までモアちゃんと一緒にね、頑張ったので、そこに何番まで使われているのか楽しみなんですけれどもぜひそこにも注目して見ていただきたいです。よろしくお願いします。今回はですね、コンビニ店長なんですけど、妊娠してませんかね、皆さん絶対見逃さないでください、はい、よろしくお願いします。女の子がいっぱい集まってわちゃわちゃ喋ってるのが見るのが好きなんですねそれをまあ映像に残したいということをやらせていただいたんですけれども、結果的に皆さんに喜んでいただける作品に仕上がったと思いますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございます。投資ということで、最初台本をいただいたときに、え、ちょっと待って、メンバーの先生と思ってどうしようと思ったんですけど、多分新米教師で初の担任なのかなと思いまして、私なりにぶっつけで先生をやったらこんな感じなんだろうなって思う教師をやらせていただきました。今回この作品の結構みんなが突っ走っていくところの抑え役でキーとなる部分に出演させていただいているので、ぜひ最後まで注目していただきたいと思います。私はサッカーグラウンドを作りたいと思っていますね。はい、サッカーグラウンドで誰もがフリーで入れる無料のサッカー場として作りたいなと思っております。どうですか？水族館1個買って、で水槽全部にサメを飼育したいです。はい、でみんなでね、ホテルとかが好きって女子会とかしたいなって思いました。イエーイ、リアルだと思います。リアル本当にリアルすぎる。最近夢は持ってない。ね、最近ニューハーフの方にアドバイスをいただいたんですよ。なんでとにかく将来どうしたらいいですかっていう質問に対して、あなたマンションを買いなさいっていうアドバイスをいただいたので、最近も手に入れたら買いたいと思います。私はディズニーランドを貸し切りにしたいです。一緒に行きましょう。行く、ね、でも親孝行した
いですかね、結構あの、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、結構親のすねかじりみたいな子なので、私は親孝行したいなと思います。へい、まあ、エリナちゃんに近いんですけれども、私茨城から通ってるんですよ。なので、ここの秋葉原のもう本当にパームスの近くにあの家をが欲しいです。リアルリアルリアル。先生は大丈夫ですけど、授業中に先生が後ろを向いた瞬間に消しゴムと消しゴムのなんていうんですか、あの消しゴム の, あのケースの間にお手紙を入れて、先生が見てない瞬間にフッって投げてました。最低や。願い交換。授業中にあの DS を持ち、あのマリオカートを友達とこう通信して遊んでたんですよ。じゃあ見つかって、その時の言い訳が、新しい筆箱なんですって言って、あの、免れたんです。そう、免れたの。あ、そうなんだって言って、そう、そうなんですって真似しちゃったんですよ。そう、嘘ついて。私は姉が部屋が汚すぎて、兄さんみたいにすっごい部屋が汚くて、それでどうしようと思って姉のお部屋におもちゃの虫を仕込んで、虫が出たって騒いでる姉に、あ、じゃあどこか掃除してあげるから1000円ちょうだいって言って、1000円で掃除をしました。ごめんなさい。なんとですね、私たち仮面女子が制作をしているアリスフィルムコレクション、こちらあの今第何弾と、ね、上映を行っているんですけれども、なんと今回初めてイオンシネマ茅ヶ崎店さんで初めてのシネコン進出が決定しました。やったー、すごいよこれ。映画館で流れるんだ、あの大々スクリーンにですか。そうですよ、ちゃんとしたら女子のね、第1弾の気まぐれアンダーグラウンドという作品を上映させていただきまして、しかも今回新しい試みで、今までにはない、なんと映画の上映だけではなくて仮面女子のライブも行っちゃいます。ただのライブじゃないんですよね。そう、なんと衣装をね、身にまとって、その劇中できた衣装ですね、そうですね、映画に出てくる、身にまとってライブをしちゃったりだとか、はい、いろいろね、内容も演出も濃くなっているので、ぜひぜひ皆さん気合を入れて楽しみにしてください。はい、そうです、7月9日土曜日にイオンシネマ茅ヶ崎さんで、はい、あのありますので、ぜひ皆さん楽しみにお越しください。